今からパンダさんとバナナさんの動画を撮ります。あ、入ってこっちに行ってんだけど。こっちに行ってんだけど。どうしよう。なんで今透明のパイプを切ってるかっていうと、普通の塩ビパイプだとちょっと色が見えないので、透明のお家を購入して今カットしてます。結構尖ってるので、ヤスリでこういうところを削っていきます。こんな感じです。あるかな、まあ、面取りみたいな感じ。まだと落ち着かないので、ここ10センチかそれぐらいクロックします。クロックします。基本的に暗いところが好きなので、やっぱ透明のパイプはまだ恥ずかしそうですね。模様はバッチリわかります。色が、バナナさんはいつもの定位置にいらっしゃいます。うん。バナナさんはうなぎのところに入りました。居心地はいいかな。
どうかな。こんな感じで上から見ても黄色と白よくわかります。頑張って作った甲斐がありました。うなぎは意外と可愛い顔してます。これで安定してくれると嬉しいですね。